今回の衆議院選挙の争点は何かと、今国民の皆様の政治不信が高まっている、信頼をどう取り戻していくのか、それができるのはどの政党政治家なのか、そしてそれは結党以来60年清潔な政治、クリーンな政治を旗印に戦ってまいりました公明党しかないと申し上げたいのであります。衆議院解散、政治の信頼回復を託せるのはどの党なのか。いよいよ決戦の火蓋が切られました。国民に大きな不信を招いた政治と金の問題、公明党はどの党よりも先に改革案を提示。政治資金規正法の改正には会計責任者だけでなく議員本人も責任を負う、いわゆる連座制や政治資金の流れを監視する第三者機関の設置の内容を盛り込みました。実はこのいわゆる連座制、民主党政権の時代に当時公明党は野党でしたが、これを議員立法で提出したんです。ところがその当時の政権与党であった民主党はこの公明党の改革案を廃案にしてしまった、実現をさせなかったわけです。公明党の政治改革案を潰してですよ、今さら政治改革といってもどこで信用ができますでしょうか。皆さん、今回の改正した政治資金規正法の中身は従来にない改善がされている、この実績の上に立ってさらに公明党は前に進めていきたい。公明党はですね、結党以来政治と金の問題については非常に厳しく、もう本当に唯一無二のですね取り組みをやっておられるんですね。その意味では政治資金規正法のこれからの改正についても大いにですねリードしていただきたい。公明党は政策活動費の廃止、旧文通費の使途公開や未使用分の国庫返納を公約に掲げ、さらなる政治改革に挑みます。そして今政治に求められているのは暮らしを守り経済を押し上げる力。公明党はこれまで電気・ガス代の補助金、燃油代引き下げを実施、また中小企業の賃上げを応援する制度改革もリードし、33年ぶりの高水準の賃上げを実現しました。物価高を克服するには物価上昇を上回るお給料が上がっていかなきゃいけない、これが一番重要です。そういうことへの支援もしっかりとやっていきたい。また今年は全国平均で最低賃金が1055円まで引き上がりました。公明党はこれを5年後までに1500円まで引き上げよう、これをしっかりと実現ができるように取り組んでいきたいと思います。公明党は結党以来子育て教育支援に力を入れてきました。今では当たり前となった児童手当も公明党議員の提案から始まり、この秋には児童手当が大幅に拡充、所得制限が撤廃されました。今想定していたよりも10年以上早く少子化が進んじゃっています。この流れを何とか抑えていかなきゃいけない、そのためにはやっぱり子育てにかかる費用、教育にかかる費用をですね圧倒的に引き下げていかなきゃいけない。公明党は世界一子育てしやすい、そういう日本にしていきたいと思っています。子育て当事者や子ども若者が困っていることに耳を傾けて政策立案されるということが大変公明党らしい素晴らしいことで、実はどの政党にも増してもう実績とそれからもう理念がしっかり筋が通ってる政党なんですよね。災害から命を守る力、公明党はこれまでも被災地に寄り添い、避難所となる小中学校の耐震化など教訓を生かした対策を実行してきました。公明党は防災減災復興を社会政治の主流にと訴えました。そのことが大きなきっかけになりまして、防災減災国土強靭化、通常の予算とは別枠で実施しました。今5カ年加速化対策、5年で15兆円別枠でやっています。今度は5年で20兆円やろうと、大胆にやることによってですね防災減災をしっかりやっていく。公明党はですね、今までも
まあ、明るい日本を作るために粘り強い努力を続けてこられました。で、実際日本は明るくなりつつあると思っています。まあ、その選挙で公明党に勝ち抜いていただくことが一層明るい日本を作ることにつながると信じています。国の形を決める選挙なんです、衆議院議員選挙というね。自公連立政権の中で社会的弱者への眼差し、あるいは小さな声を聞く力、こういう公明党の存在があって安定した政権運営ができる、自公政権で衆議院で過半数を取ってこそ日本の安心と安全が得られる、有権者の皆さんにはよくよく理解していただきたい。希望の未来は実現できる、誰もがこう思える日本の社会を築くために公明党はしっかりと改革を進めてまいります。この度の衆議院選挙、全国11小選挙区完全勝利、そして比例区は現有23議席以上目指して全力で戦い抜かさせていただきます。全国完勝へ、大衆とともに勝ちどきを。